疲れ様です。今日はあれですね、4日か5月4日もう明日は子供の日ですね。今日何の日だっけ。子供の日しか覚えてないっていうゴールデンウィークあ、昭和の日も覚えたけどありがとう。あきやん1番ありがとうございます。のりたまありがとう、嬉しい。今日は TikTok もありがとう、いるコメントも。ドナルドさん、ぬくもりさん、あー早い、コージさん、大工さん、ケンジー、てるてるさん、ゆういちさん、あー言うてたやつか、コロボ、ぬか漬け、あれぬか漬け、ぬか漬けだっけ作ったの。へー食べたい。ぬか漬けってどんなんだっけ。フジモンさん、大将さん、あーあー初ウィズライブやって、しかもありがとう、撮ってくれようとして。またお話ししよう、ぜひ。あの今回ウィズライブ2分枠だったんですけど、この売り切れるのが早かったみたいで、みんなありがとうございます、枠を撮ってくださって。またあのお話できなかったっていう方はぜひ、あの、ま、週に1回ぐらいのペースでね、ウィズライブしてるので、ぜひぜひ。2分枠はたまにやってるんですけど、また2分枠あったらお願いします。ミーシャさん、オリバーさん、ワンガンボーイさん、マレーさん、ミヤビさん、カズオジさん、ありがとう。リラクマさん、イナリンさん、タツケンさん、ヤマピ、ケンスケ再びありがとう。グッチ、ヒロヒゲさん、三等賞さん、マイカグラさん、お、マミシュボーさん、バリンチュさん、シンイチさん、ナマハゲさん、タイトーさん、ありがとう。お久しぶりやね。タクさん、温泉コウジさん、イトユリさん、あ、ほんとに白です、今日コロボ。白似合うんなりねって言ってくれてる、ありがとう。あやたかさん、温泉工事さん、スランプくん、おばばさん、かのうさん白いプーさん逃げようとしてる。みんなこれ気づいてる？ここにきなこおるんやけどあ、海水ののりさん気づいとる。むらぴーさん、じいじ、はくたかさん、きゅんいんさん、りゅうさん、お、ばくさんありがとうございます。今日も嬉しい。ピルクル、ロッピーさん、え、かわいい。あ、気づいとった？きなこ。ひなこちゃん、かわいいよな。ゆっきーさん、あまは。あ、だいぐさん、ほんまに。またお話ししようね。さとしさん、ありがとう。今日はパーカーです。ねこさん、ローマ字のまささん、まつたかさん、あんころもちさん。ゆっきーさん、ハートありがとう。スランプくん、クラッカーありがとう。たろうくん、HK さん、たけるしさん、お、てっぺいくんさんだ。みひろさん、ストリートくん、あ、アマハー、髪見たい、おめでとう。髪切ったんだ。どんぐらい切ったん？バサリいったんかな、気になるぞ。ワンザさん、お久しぶりです。ちょっとお久しぶりだ。クラッシャーノブさん、リラックマーさん、あ、ほんまに、またお話しましょう。ネイキチさん、声差しさん、カタカナのヤックン、ネイキさん、おお、プチまで早いね、ありがとうございます。まー、あ、ちゃん、イナッチさん、悪い博士さん、しげさんありがとう。あ、そうだね、アスポン5月5日までだもんね、ゴールデンウィーク。今日もありがとう。明日はみんな子供の日ですが、お子さんがいらっしゃる方は子供さんに何かあげるのかな。私いつまでもらっとったっけ。一応なんかめっちゃ子供の日なんだけど言うて、子供の時はすごい言うてた気がする子供の日になんか買ってもらってた気がするな。何買ってもらえよとか、服とか買ってもらってた気がするな。桜タイガーさん、ひらがなのカズさん、ありがとう。今日ちょっとお供があったかいものだからさ、先に紹介してもいいですか今日のお供ね、あの桜がね、誕生日の時にプレゼントくれたんやけど、お返しで。去年私がね、プレゼントをねあげとって、それのお返しで、私何あげたかな、桜にあげてね、それのお返しでくれたんですよ。でそれのねお返しがめっちゃおしゃれなねやつくれてね、こう見てほしい。それがね、あの紅茶なんですけど、紅茶、今日はその紅茶飲みたいと思って、これ見て、ルイボスローズっていうやつくれたんよ、桜が。あとね、バスミルク
くれとって、それもまだ使ってないけど、これ初めて開けまして今日これ飲みたいと思って、お桜のめっちゃね音まで飲みたかったんですよ。おしゃれよねこれ、ルイボスローズ、カフェインが 0% なんだって。あ、これいただいたコップで飲みたいと思います。さくらありがとう匂いがねめっちゃね、ルイボスティー好きなんやけど、めっちゃルイボスティーなんや本当に。ローズの匂いはまだせんのやけど、多分飲んだらローズなんやろな。ではいただきます。音も悪かった、一緒に乾杯。はあ、すごっ、後味がローズなんだけども美味しい、美味しい、はあ、すごっ、私がルイボスティー好きなの知っとったんかな、めっちゃ美味しい。なんかどこで買ったんやろうってね思ってさ、めっちゃおしゃれなんや、そのバスミルクも見たことなくて、めっちゃおしゃれにね、多分同じお店なんやけど、めっちゃおしゃれやった。おいしい、すごい後味が甘くてすごいね、おいしい、めっちゃ。わあ、ルイボスティーって紅茶じゃないん？紅茶やと思っとった私。あれ違うのか、レモンティーにしても飲むって。レモンティー、紅茶をレモンにしてってこと、どうだろう。なんかもうレモンティーはレモンティー、あのお店とかでレモンミルクストレートにします、あのどれにしますかって言われた時は絶対ストレートって言おったよね今まで。でストレートじゃない日もミルク流行ったので、あんまりレモンティー飲まんのよな私。レモンティーでも美味しいよね、あんま飲まんかね。でもお、稲垣義和さん、だるまありがとうございます。あ、そうです、のりたまありがとう、コップ、これめっちゃ可愛くて、きなこのコップなんやけど、ここハートなんよ取っ手が、可愛いよねこれ。あ、いますよ言うて、きなこ、これきなこいますよ言うてな。あ、おかきさんありがとうございます。今日もポツネさんありがとう。あ、ヨッピー 3.5 さんほんまにありがとう、フォローしてくれて TikTok。 あ、魚住さんやありがとうございます。今日も嬉しい。 YouTube で竹山もほとんど見ましたよ、だって今あのゴールデンウィーク中に載ってるやつかな、ありがとうございます、嬉しい。めっちゃ見てくれてる。ルイボスってなんやろか、ルイボスティー好きなんやけど、もともと何で作られとるとかわからんな。箱めっちゃおしゃれよな。あ、フジモンさん、セミありがとうございます。ミセヒロさんありがとう。金次花束ありがとうございます。お、カズおじさんプチしてくれとる、ありがとうございます。マカロンおしゃれだね、子供の日に。待って、早くない？子供の日明日だけど。おさっぴーさん、クローバーありがとう。ぬくもりさん、プチありがとうございます。本当嬉しいな。今日の見た目最高にツボですって言ってくれとんやけど。ありがとうございます。嬉しい。めっちゃ短い。そうなんや、アマハ。ハルポンより長く、ほんのちゃんより短いんだって。こんくらいってことか？見た？絶対可愛いじゃん、ほんまに。めっちゃ絶対可愛い。マミシワさん、プチありがとう。パーカーのひなほちゃん、萌え袖。これめっちゃね、袖が長くてほんとね、すごい萌え袖になるんよ。可愛いね、これ。ありがとうございます。高尾さん、ハートありがとう。ハクタカーさん、だるまありがとう。いいな、温泉工事さん。キャンプしてきたんだって。一人？ソロキャンですか？MG さん、こんばんは。おひついさん、ありがとう。バカにポニテです、今日は。あ、おっきいさん、撮ってくださっとったね。ありがとうございます。ミズライブ。あれ、ケイスケ来てくれとるやん。今気づいた。
最近ワイの家の近くにノウサギがうろうろしよる。それ逃げ出したよね、どっかから。大丈夫そう。ツさんや、ありがとう。ツッコンレインボースター、ありがとうございます。もっちさん、ありがとう。ゆきさん、プチ、ありがとうございます。さ、そうそう、きなこね、さっきね、ブラッシングしよってね、まあ、大魔王さんのね、もらったね、やつもあるんですけどね、大魔王さんのやつとこれとね、どっちも使っとって、大魔王さんのやつはね、あのめっちゃ抜けるんですよ、毛が。すっごい抜けてくれるけん、あのめっちゃね、毛がね飛んで大変な時は大魔王さん使って、これもね、いただいたよな、私もういただいた櫛で、こうやって解いたらめっちゃ喜ぶっていうね。きなこ、ブラッシング好きなんよね。なんかあ、ゆきさん、カウントありがとうございます。お、ひろくお帰り、お仕事お疲れしゃん。ももさん、お晩です、ありがとうございます。あ、やっぱなんか心が落ち着くね、今日のお供は。いいね、いいね。ルイボスティー好み分かれるよね。あ、そうだね、私母も好きだから、ルイボスティーが。だからね、普通にお茶がルイボスティーなんよね、結構。今は違うかも。今なんだろうね、ルイボスティーの時多いんですよ、あの家のお茶がね。ドナルドさん、セミありがとうございます。え、クサヤおかえり。プチ旅行っとったよね。プチ旅じゃないか、大旅だよね。お疲れ様。おかめさん、ありがとう。おかめさん、マンボウさん、ジンさん、ありがとうございます。さとちゃん、いらっしゃい。ケンジ、セミ、ありがとうございます。あ、ルイボス紅茶じゃないんよ。え、なになん、お茶。ルイボスはルイボスからでノンカフェイン。え、ルイボスってなになん。お、ジンさん、ありがとう。エクストラ DVD 見てくれよったよね。めっちゃ頭が軽い、ここまでの髪短いの赤ちゃん以来。それはやばい。めっちゃ切っとるやん、それ。赤ちゃん以来の短さらしい、ヤマハ今。いいね、私も切りたくなってくるわ。あ、畑田さん来てくださっとる。畑田さん、お菓子の社長の畑田さん来てくださってます。なんと彩香さんがインスタライブで今日も竹山のガチ PR されてましたよ、まだやってらっしゃいますって言ってくれた。ありがたい。お邪魔したいぞ、彩香さんの。最近、昨日もやられとったし、最近やられとるんかな、インスタライブ。ありがとうございます、畑田さん。めっちゃ嬉しい、ありがたいです。マジか。メンピンソクさん、パラソル、ありがとうございます。ルイボスティーはアフリカの雑草の、あ、言ってくれてる、アフリカの雑草の煮出しやって。ドクダミ茶のアフリカ版と思えば、ドクダミ茶の仲間なんですか、この子。そうなんだ、知らなかった。まあ、確かにちょっと癖強い感じよね。今日の色、リップの色濃いですか。いつもより逆に薄いんですよけど、これしかつけてなくて今日。ほんまですか。勝負さん、こんばんは。ありがとう。メンピンソクさん、テント、ありがとうございます。サカピーさん、いらっしゃい。ありがとう。カリタン、カウントありがとうございます。まーちゃん、テントにパラソル、ありがとうございます。ゆいさん、こんばんは。野菜炒めさん、ありがとうございます。近所お弁当箱、ありがとう。お、ゆうきさんも言ってくれてる。ルイボスという植物から作られたお茶だって。ルイボスは豆赤アスパラトゥス属の植物。何それ。そうなんや、知らんかった全然。ルイボスでどんな見た目なんやろ、気になる。丸尾さんの小麦ちゃん絶対可愛いやん。何犬なんやろ。ワンコがいるんだって、1歳の。ワンコってさ、あのニャンコよりさ、成長遅いんですかね、その成人になるまで。体が一緒くらいかな、なんかどんぐらいなんやろうと思って。あ、坂道さんや、
カウントありがとうございます。ぬくもりさん早い、セミありがとう。明日の子供の日は愛犬レオンとデートです。いってらっしゃい。どこ行くんやろ。ちょっと前まで江ノ島デートが定番でした。めっちゃいいやん。島に行くの。そう、明日天気いいかね。ゆっきーさんセミありがとうございます。本当に丸尾さんありがとう。あ、久留米行きます。化粧ほんのり花ならつぼみよ。私8歳の久留米の火端織でございますもんの。私合歳火端織おります。と歳の村の若い衆が来て遊ばんの遊ばんのち言いますもんの。一緒に遊ぶとはよかですばってん。火端がいっちょん折れませんもんの。いやどう、ドナルドさんありがとう。久しぶりに私結んだかもしれないぞ。サトシさんカウントありがとうございます。おお、ラブのグッズ買ってくれとったんや。何買ってくれてありがとう。むらちゃん、むらちゃんバラありがとうございます。むらちゃんさん、ぬくもりさん、すごいめっちゃくれとる。パラソルにテントだ、ありがとうございます。ジャンニャン隊長、お猿さんありがとう。あ、福もっちさんクマくださっとるんじゃけど、あっち置いたかな。あ、ここ置いとった、ありがとう。パーマ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 ー、ありがとうございます。福もっちさん、あ、ちょっと見える、これこの辺ちょっと置いとこうかな。レンさんこんばんは。小磯さんセミありがとうございます。わあ、土田さんありがとう。今日は半端ない。あ、ほんまやー、夜中ね。ぜひぜひ見てください、半端ないと。で、今おくしです。福もっちさんありがとうね、来てくださって。たくさんセミありがとう。あ、むらちゃん、小判もくれてありがとうございます、小判。ありがとう。バンクバーさんセミありがとうございます。今日は自宅なんですよ。はや、フジモンさんにグッチ、ペガサスさんもフルしてくれとるぞ。あ、こうやってこうやっとったありがとう、ありがとうございます。すごっ、ペガサスさん、あれ、ペガサスさんフル、あ、やった、ワンガンボイさんセミありがとうございます。ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん、ペガサスさんフルありがとう。ワンガンさんセミありがとうございます。ガックンさんいらっしゃい、ありがとうございます。そうなんや、知らんかった。ルイボスティーはカフェインレスで妊婦さんでも安心ってことで流行ったんだって。知らんかった、カフェインレスね、書いとる、ここにノンカフェインって。お、STU さん今日もありがとうございます。おお、公演見てきたんや、 AKB さんの。ここでやっとったんやろか。あ、ニコ生か。ケンジありがとうございます。あ、ありがとう、 TikTok また載せました。今日もゆういちさんフルありがとう、いつも。スカパランダさんいらっしゃい。お、コロボーもセミありがとうございます。あ、ジンジャンありがとう、今日もありがとうなり。おばばさんフルありがとう、おばばさん今日もありがとうございます。いいな、クサヤン、セミありがとう。明日は麻雀してくるよ、だって。行ってらっしゃい。いいな。お、梅ちゃんさんいらっしゃい、ありがとうございます。ようちゃんカウントありがとうございます。あの花のメンマですか？メンマちゃん？もう私、めっちゃ大人、大人になってしもうたんやけど、大丈夫？ようちゃん。画面揺れてますか、りょうたさん。私がこれコメントスラッシュしよるけんや、多分。ごめん、揺れとって。寄ってないですか？それはやばい。宿題で英語1000単語書かないといけないんだって。
え、何日間、あ、はいはい、ゴールデンウィーク中ってこと？やば、え、何ページあるのそれ、やば、大変や。竹山明治さん、なおさん、ありがとう。今日も豆島さん、セミありがとうございます。サンリオの総選挙、あ、それ前もやっとらんかったっけ、サンリオの総選挙って。ひなおちゃん、好きなキャラクターいるのって。あたしか。へえ、サンリオのキャラクターはね、思い浮かばんの、あまり。キティちゃんも好きやし、うん、え、なんだろう。あ、大工さん、フルありがとうございます。ありがとう。ごまかしたり嘘をついたりまだ逃げたくて、自問自答で答えがなくて焦ってばかり、だけどこれだけは譲れないものだった。ありがとう。お、ようこさん、プチありがとう。こんばんは。ポップマスターさん、いらっしゃい。今日もありがとう。あ、じゃあ猫の方が早いですね、成人するの。犬は2歳で成人だって。あ、そうなんだ。え、じゃあちょっと大きくなるのに時間かかるんやね。そうなんや、かわいい。ピルクルフル、ありがとう。ピルクル、メンピンソクさんもフル、ありがとうございます。今日もパリンチョさん、プチーありがとうございます。あ、まーちゃんもフルだ。ありがとう、まーちゃん。うん、何しよっかな。さては、一座の皆様へ、ちょいと出ました、私はお見かけ通りの悪性で、よーいほい、はい、あこらせどっこいせ。ありがとう。おひつりさん、セミありがとうございます。ひなおちゃんの歌を聴きながら、え、ウォーキングしてるの今、えらい。おひつりさん、ひろくん、プチーありがとう。あ、ありがとうございます。今日載せたやつかな、コメントしてくれたん、ありがとうございます。あ、大文字のけんさん、セミありがとう。今日ももりもりもりさん、ありがとうございます。ローマ字のマサさん、フル、ありがとうございます。今日もありがとう。バッテン熊本会、そうやね、あの九州の民謡ですね。リラクマさん、セミありがとうございます。ヨシニアさん、みちょうさん、いらっしゃい。今日もありがとう。おお、りょうたさん、よきやね。ピカチュウのぬいぐるみ取るために3000円も使ってしもった。どんな可愛いピカチュウやったんや。いや、ほんと、フィギュアとか取るめっちゃ何千円もね、使ってしまうよね。なんか、運やもんな。なんかこう、大きいアームのやつってめっちゃ運じゃない？この、パカってこう、なんやろ、カポってこう。一回はこう取ってくれるけど、なんか重さとかでブワーンってなったりするやつ。ひでゆきさん、フル、ありがとうございます。ありがとう。あなたを思いがいいな、彼方の恋は今、そういや聞こえはいいが、ただ触れないだけ。ありがとう。ファーファー。お、その日暮らしさん、セミありがとうございます。今日も
ヨッピーさん、大将さん、おお、お風呂ありがとう。今日から4畳くらいの露天風呂作ってます。え、どういうこと？お風呂作るんですか、お家に。見た、すごい、露天風呂作っとるんやって。すごいな。パーカーの紐取る派ですかって。あ、この子は取ったんやけど、別に取ってない子もおるよ、いっぱい。なんか結んだりするもおしゃれよね、りょうくん。さとちゃん、セミありがとうございます。太郎くん、プチー、ありがとう。太郎くん、よっちさん、こんばんは、ありがとう。よっちさん、あ、のりたま、セミありがとうございます。ひなほはるぽん出演、そうなんですよ。なんとあさってなんですけど、あさっての、またあの、あさっての夜にですね、下北 FM に出演させていただくことになりまして、ありがとうございます。ラジオなんですけど、前に出た、あのほのぴーと出た時の同じ番組ですかね、の下北 FM さんに。今回もショールームの配信あるのかな、多分あると思うので。こないだは YouTube の配信もあってですね、ラジオでも聞けるっていう感じになってましたね。あー、やかさん、インスタライブお疲れ様です。そしてめっちゃあの竹山とか私の話してくださっとったみたいで、ありがとうございます。いけぬかった、またお邪魔させてもらいます。ありがとうございます、めっちゃ嬉しい。ヤマピー、セミありがとうございます。ヤマピー、あ、サンリオ毎年やっとんやん。去年かな、なんか見たわ私それ。あ、ポムポムプリン可愛いよね、名前も可愛いしね、ポムポムプリンで。お、ネイキチさん、フル、ありがとうございます。ありがとうネイキチさん。広い世界の真ん中、お月様、僕の世界を照らしてよ。何もかも嫌になって逃げ出すのか。ありがとう、排他的だって。かんちゃん、フル、ありがとう。今日も、お、ぬくもりさん、フル、ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。サカピーさんもフルしてくれと、ありがとうございます。ありがとう、サカピーさん。秋にトライ配信見ました、乗馬ビデオでポーカーシュール。秋にトライ、そうなんよ、あの乗馬に乗ったやつですよね。ありがとうございます、見てくださって。石寿司さん、登ってないよ、登るんかな。サカピーさん、終わりのマー君さん、お、解散ところから、ありがとうございます。チャミユさん、こんばんは。お、ニハオって、 TikTok でも聞いてくださってましたか。セイヤさん、ニハオ。カタカナのケンジさん、セミー、ありがとうございます。最近忙しくて配信見れなかったけど、あ、ほんまに、お疲れ様。え、ゴールデンウィーク中も。ノンさん、こんばんは、ありがとう。てるてるさん、フル、ありがとう。てるてるさん、カペさん、いらっしゃい、ありがとうございます。車で、ありがとう。りょうたさん、車で竹山の曲流したら、ドライブしてたら友達をファンにしました、だって。ありがとうございます、嬉しい。何のやつ流してくれよったよ。ムラッピーさん、フル、ありがとう。トゥモロー、ありがとうございます。涙の数だけ強くなれるよ、アスファルトに咲く花のように、見るものすべてに怯えないで、明日は来るよ君のために。うん、ありがとうございます。ドゥルル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 、きなこどんだけ眠いんて。いや、それな、さっきね、ご飯食べたのね、きなこ多分眠くなったんじゃないかな。ふふ、かわいいね。あら、まー、あ、ちゃん、だるまたくさん、ありがとうございます。まさ31さん、いらっしゃい。首が詰まる詰まる、これ。ポツネーさん、一周とカウントありがとうございます。今日もキュービーのうさぎさん、カウントありがとうございます。お、お羊さん、フル、ありがとうございます。
ふわふわにふわふわる、あなたが名前を呼ぶ、それだけで宙へ浮かぶ。ふわふわにふわふわる、あなたが笑っている、それだけで笑顔になる。神様ありがとう、運命のいたずらでも。ありがとう、レインサーキュレーション。あ、丸尾さん、その目標は何だろう。支援ゲージって言って、ずっとね、目標を立ててやらせてもらってるやつやけ、イベントとかではないんやけど、渡したいですね。トキキさん、フルありがとうございます。トキキさん、そうなの、クレーンゲームめっちゃ好きって。アマハが、私もね、めっちゃ気になったらやってしまうんですけど、結局めっちゃ取れんから、すごい使ってしまう。なんかもう覚悟して望まないかんよね。これ絶対取れんやんってなったらもうそこでやめるんですけど、取れそうやのにって時はもうめっちゃいっちゃうよね。モンモンさんがモンモンって言ってる。いらっしゃいませ、ありがとうございます。ひなおちゃん、最近クレーゲームとかするんかな。いや、最近はしてないかも。で、ちょっと前、いや、結構前か、すごいハマっとった時があって、それでめっちゃフィギュアとか撮ったりとかしよった時あったんやけど、楽しいけど、なんか撮った後に、なんだろう、嬉しさとなんか悲しさがあってちょっとやめた。金井さんはなんか、あ、こんなに使ってしもうたわみたいな感じですかね。でもなんかゲーセンじゃないとないフィギュアとかあるやんか、ゲーセン限定のやつ、めっちゃいいよね。なりさんさん、ありがとうございます。あ、ユッキーさん、フルありがとうございます。どうもありがとう。心切なく空を仰いだ、揺れる影帽子、ああもうこの胸は張り裂けそうだよ。ありがとう、デイジーデイジー。むらちゃん、むらちゃん、むらちんかな、むらちん、むらちゃんかな。ケンジフル、みんなありがとうございます。しかもウィズライブありがとう、ケンジ。楽しみです。小石さんもフルありがとう、小石さん。やっぱこの子の方が鳴りがいいんですよね。音がいい。後ろの茶色のぬいぐるみ動いたって言われてるよ、きなこ。きなこはぬいぐるみじゃないよね。エスカロゴみたいになっとる。あ、めっちゃさっきブラッシングしとったのにめっちゃ毛ついちゃった。やばいやばい、抜け毛時期、脱毛時期。あ、そうだね、またリモートになるんですけど、 FM さん。あ、マササティワンさん、セミありがとうございます。あ、いや、下北 FM 出演させてもらうんやけど、リモートでの出演させてもらいますね。ウィンドウさん、こんばんは、ありがとうございます。ウィンドさん、カタくんさん、あ、間違えた、ガタくんさんだ、ありがとうございます。大勝さん、プチありがとうございます、嬉しい。ごえもんさん、こんばんは、ありがとう。あと、カノーさん、奥様もフルありがとうございます。いつも、明日はソフトクリーム食べるために牧場行ってきます。いいなぁ、牧場のソフトクリームめっちゃ美味しいですよね。あります、私食べたこと。牧場というか、なんか、うん、牧場か、あれは。あるある、美味しいよね。お、まみしまさん、フルありがとう、今日も。ディズニーのキャラクターで好きなキャラクターはいるかな、だってみんな好きだけど、性格的にはアリエルとかが好き、めっちゃ。いや、でもディズニープリンセスってみんな、なんだろう、めっちゃいいよね。なんかかっこいい女の人多くないですか。すごい芯があって貫いてる。なんかハウルのソフィーとかもちょっとディズニープリンセス寄りだなと思うよ、いつも。なんかジブリのね、出てくる主人公の子とかって結構こう気が強い女の子とか多かったりするけど、
あ、ディズニープリンセス見たいと思う時ある。好きなキャラクターみんな好きやけど、なのはパパさん、あら久しぶりかな、ありがとうございます。みやびさん、フルありがとう。みやびさん、ありがとうございます。たまに熊本民謡が出る、愛媛なのになぜって。あ、民謡ですか。民謡はね、ずっと習ってたから、全国の民謡一応習っとって、あ、慣れてないのも数多くあるんですけども、愛媛にこだわらずにいろんな民謡を習ってたんですよね。辰野倉さん、こんばんは。お、湾岸ボーイさん、フルしてくれてる。ありがとう、今日もありがとうございます。あ、ありがとう。仕事の時は難しいから、休みの時はできるだけ頑張りますって言ってくれた。今日休みやったん、ありがとう。三等賞さん、フルありがとうございます。今日もやばい、早いね、時間。コロボお休み、30分になったのか。にさとさんかな、はじめまして、初見さん、ありがとうございます。ローマ字でにさとさん。お、大文字のけんさんに、お、おさぴーさん、ありがとうございます。新しいスタートは初めての連続で、ワクワクと不安がいつも隣り合わせ、つまずいたり失敗しながら、今日もまた少しレベルアップ。ありがとう。もうおさぴーさん、ほんまに携帯今も熱くなっとるんかいね。コウタロウさん、 2.3 周ありがとうございます、いつも。おー、ユウスケさん、サービスエリアから見てくれとったんですか、ありがとうございます。気をつけて帰宅中か。マサさん、プチありがとうございます。お仕事お疲れ様です。明日も頑張ってね、よしんこ。明日お仕事。ペクポアさん、いらっしゃい、ありがとうございます。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、いい温度いい温度になっております。ちょっとなんか明るみが明るいね、なんか。あれ、これ暗いか。明日も失敗で、おー、全然、ありがとう、コウジさん、いつも。うん、体調フルしてくれとった。お仕事中にありがとうございます。いってらっしゃい、お仕事中に、ありがとう。体調、え、すごいかっこいい。ぬくもりさん、クレーンゲーム得意でした、だって。それはかっこいいぞ。いや、いいなと思う、ほんまに。コウジさん、セミ、ありがとうございます。きなこのお顔拝見したかったけど、寝てるならそのままで。もうきなこ一回寝始めたらもうずっと動かんけんね。まあ最後ちょっと登場してもらいたいけど、めっちゃ久しぶりやけん。あきのりさん、ありがとうございます。横山あきのりさん、いや、ほんまにクレーンゲーム 1,2 回で取れた時もほとんどないけど、そういう時めっちゃ嬉しいよね。すっごいすっごい一人で喜んじゃう。一人で行ったりするけど、友達と行った時もめっちゃね、誰よりも喜ぶかな。友達が取れた時もすごい喜んでる。テトさん、こんばんは。ひらがなのテトさん、ありがとうございます。エスカルゴ、そうそうそう、私母も言ってるんですよね。きなこ、こう丸まってたら、きなこ、あんたエスカルゴみたいよ言うて。お、タツケンさん、フル今日もありがとうございます、嬉しい。え、 YouTube で紹介してたな、無能なナナ見始め、燃え袖ひな、
萌え袖ひなぷーのプリ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 ひろぽんぽんさんありがとうございます。今日もお、ようちゃん懐かしいねその曲。みひろさんもだフルありがとうございます。パッと光って咲いた花火を見てた、きっとまた終わらない夏が、曖昧な心を溶かして繋いだ、この夢が続いて欲しかった。パッと花火が、ありがとう。キャピさんいらっしゃい、ありがとうございます。ひでしさんこんばんは。ストリートくんフルありがとうございます。暇すぎるから武田プロ探しに行くはどこにおるんやって。愛媛のどこかにおるかなラプンツェルとひなほ嬢が、あ、ひなほ姫かが好きですって言ってくれてありがとうありがとうございます、ひでさんありがとう。今日は白パーカーなんですよ。今日は庶民寄りのファッションっていつも貴族みたいな格好しようた私。あ、そういうなんかラフな感じってことかな。これいいんだよ本当に。いやソフィーかっこいいよね本当に。太郎くんセミありがとうございます、嬉しい。あ、本当にてっちゃんありがとうございます。カウントそう2分は結構ゆっくり話せるよね、楽しみ。ハラメタルフルありがとう。ハラメタル急転直下消えてくストーリー、明けない遅延バイバイマイスイデイズ、コンパスなんて当てにならない、脳内放送被害妄想、肥大症候群警報発令中。リアと間違えた、1番と2番ごちゃになっちゃった。浅はかのヒーローさんフルありがとうございます。フル、あーそうですよね、ディズニー作品歌がめっちゃいいよね。いやほんまそれよ。パー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 、あれリュウさんとコウタロウさんの、あ、コウタロウさん 2.3 週読めたかも。リュウさんフル読めとらんかったっけ、ありがとうございます。ありがとうのりたま。あ、あらなみカウントしてくれてる、ありがとう。カムさんフルありがとうございます。あーめっちゃ嬉しい、 TikTok の変わらないものめっちゃ良くて泣きそうでしたって言ってくれた、ありがとう。私もあの曲最近ハマってて聴いてたんですよ、嬉しい。え、いいなー、ミッフィーのぬいぐるみ1回で撮ったことあるよって。1回はすごいな。お、菊川りくさんありがとうございます、いらっしゃい。お、ローマ字のヨシさんフルーありがとうございます。 MJ さん、お、桜タイガーさんもだフルーありがとうございます。今日もいつもありがとう。リベロさんこんばんは、ありがとうございます。あ、きなこいさん、そうよ、お引越し中なんですよね、お疲れ様。あ、落ち着いたんや、お引越し。もうあれかね、もう家引っ越してなんか荷物とか整理しよったんかな。バンクーバーさんフルありがとうございますありがとう、今日も。え、本当にウィズライブ撮ってくれたんや、ありがとうございます。あ、そうそうそう、撮ってくれたらね、こっちでも確認できるの最近知って、私多分撮ってくれた方見れると思います。そうそうそう、小太郎さん変わらないもの、奥花子さんの、そうです、歌ってるんよ TikTok で投稿してるので、ぜひ。エイジさん、メイツさん、おお、フルありがとうございます。今日も京都で。やめるんだバイキンマン、元気100倍アンパンマン。
ありがとう。メイチさん、やったーって言ってくれとる。ありがとうございます。そのひなほスティックどこで手に入るの？これはダイソーで買いました。いろんな色あるよ、緑とかピンクとか。ぜひぜひ。お、ポップマスターさん、フルありがとう、ポップマスターさん。と、さやかさんかな、行ってこわいって言ってくれとる。ありがとうございます。それは入りすぎやろ、すごっ。何、ちょこちょこ貯めおったん、きなこいさん。前の引っ越しの際にそのままだった貯金箱に25万円も入っとったやって。それはすごい、めっちゃ貯めとるやん。追いついた。お、リベロさん、ありがとう。アンパンマンでした、カウントしてくれてありがとう。よし、じゃあちょっと今日はあれだね、お供タイムもしたからなかなか早く、あ、そうだ、ギフト読ませてもらおう。おひつりさん、かわいい、ありがとう。お、おさむさん、だるま持ってきたよ。だるまありがとう、たくさんくれてる。りょうじいさんに、こうじさん、あら、テントをありがとうございます。すごいくれてる。ダーシャハさん、お疲れ、ありがとう。おさっぴーさんに、ひでゆきさん、音符ありがとうございます。MJ さん、むらーちゃん、お、パラソルにテント、めっちゃありがとう、たくさん。ようちゃん、ありがとうくれて、ありがとう。けんさん、バラありがとうございます。ようちゃんに、おさぴーさん、音符ありがとう。けんさん、バラありがとう。あら、ペガサスさんも、ダルマレンジャーたくさんありがとうございます。ほんまにありがとう。みひろさん、クローバーありがとうございます。おさぴーさん、花束ありがとう。大文字のけんさんに、ひでゆきさんに、おさぴーさん、音符ありがとうございます。おしついさん、クローバーありがとう。ジャニア隊長、クマありがとう。今気づいた、お仕事行ったよね、もう。お疲れ様、ありがとう。クマ、ローマ字のマサさん、パラソルありがとうございます。アントワヌさん、クラッカーありがとう。リュウさん、稲垣義和さん、ハートめっちゃありがとうございます。ローマ字のマサさんに、大文字のケンさん、ハートありがとうございます。おお、マサさん、小判ありがとう。マサさん、ケンさん、パラソルありがとうございます。小久しさんも、小判にダルマレンジャー固定ありがとう。むらちゃん、おお、めっちゃテントありがとうございます。とね、まるおさんも音符くれてありがとうね、ありがとうございます。あ、ここまでじゃ。ペガサさん、めちゃめちゃダルマレンジャーくれてありがとうございます。ありがとう、ペガサさん。よし、あ、おみがねさん、ハートをたくさんありがとうございます。おーおーおー、めっちゃくれてありがとうございます。よし、これさっき TikTok の時に飲んでた豆乳もまだね、半分ぐらいあるから、どっちも飲まないと。よし、きーちゃん、きーちゃん起きてる？目が開いてる気がする。きなこ、見えるかな、これ。ほら、目開いてるんだけど、これ見て。あれ、ちょっとつぶった。きなこ、きなこ、かわいいね、きなこは。いつまでもいつまでもいつまでも可愛いよ。なんか、でもきなこちょっとかなり爆睡中なので、とりあえずランキング読みしようかな。よいしょ。今日はじゃあね、目開いとったね。なっすみません、止まったね、一回。
みんな大丈夫そう？それでは、あ、若さん、かわいいくださってありがとうございます。嬉しい。 WAKA さん、かわいいエスカルゴ。私も 13% でした。そうなんや、ちょっとね、 iPad の充電がなくて、充電しよったらこの子なくなっとった。13なかなかないですね。止まってた方、更新お願いします。では今日はスターダストオーバーフローでランキング読みします。ありがとう。では13位から13位、むらちゃん。おー、むらちゃん、むらちんよね、ありがとうございます。たくさんありがとう。12位おさむさん、ありがとうございます。ありがとう、おさむさん、いつもありがとうね。11位、ひでゆきさん、ありがとう。ありがとう、ひでゆきさん、お疲れ様。おー、10位みひろさん、ありがとう。団長、嬉しい。9位ローマ字のまささん、ありがとう。たくさんありがとうございます。8位おひつりさん、ありがとう。おひつりさん、たくさんありがとうございます。ラッキーセブン、お、ケンジ、ありがとう。明日はいい日になるぞい。明日楽しみですね、ビーツライブ。6位小石さん、ありがとう。たくさんありがとうございます。今日もそして5位大文字のケンさん、おーい、ありがとう。ありがとうございます、ケンさん、たくさんありがとう。4位、お、ジージーだ、ありがとう。ジージー、いつもありがとうございます。そして3位、あぼん、おさぴーさん、ありがとう。おさぴーさん、いつもありがとうございます。そして2位、あぼん、君はペガサさん、よー、ありがとう。2位です、いつもありがとう。そして今日の第1位、アボン、アボン、ジャニャン隊長、お疲れ様。お仕事中か、お疲れ様。え、1位ありがとうございます。ありがとう、たくさんありがとうね。すごい、2632名様、たくさん来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローして、また遊びに来てくれたら嬉しいです。あ、りょうさん、いらっしゃいませ。ひらがなの、まだ5分から10分ぐらいは終わらないので大丈夫です。あ、きなこ、よいしょ。あ、きなこ、きなこ、きなこ、起きた。あ、きなこ、きなこ、いいですか。きなこです。いつもね、ランキング読み始めたらね、逃げるんよ。賢すぎん。そうなんや、きなこタイマーがあるっていうのが分かっとるみたいなよね。きなこ、おはよう。どうもと、どうもって、あ、きなこ、いや、はいはいはい、もう終わったよ、きなこタイマー。はい、ルル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 、よし。あ、きなこ。きなこに止められた。はい、ではカラオケタイムしようかな。8月の幽霊、ハッピーもラッキーも全部溶かして、よし。では最後1曲歌って終わってるので、何でもリクエストしてください。リクエストタイム、よーい、スタート。アイスクリーム、アイスクリーム、アイスタンディー、ヒューファンディー、アープリンとセンター。え、また地になっとるんやけど、新一が風強くて電波悪いの今、マジか。ガーネット、テルの歌、じゃじゃん。カリタン、一周ありがとう。今日も乾きは雨くか。え、炎のエスカロゴっていう曲があるんだ、知らんかったの。オンリーマイレールガン、赤
茜色の約束、うん、歌えるかな、覚えたいね。恋愛サーキュレーション、瞳が微笑むから、天城越え、愛しさと切なさと心強さ、香水、両親を噛む、りょうさんありがとう、あ、ひらがなのカズさんフルしてくれてる、ありがとうありがとうございます。ザ・ビギニングか、難しいけど、なだそうそう、メラ、パプリカ、変わらないもの、あるかな、奏で、気分上々、足りない出てる全気分上々の、脳症炸裂ガール、フレア、あなた、お、君は何カラットってやつよね、じゃ違うか、こんな感じよね、変わらない、さよならメモリーズ、じゃじゃん、チャララララルルルルルルル、さくらんぼ、チェリーボム、決めようかな、よし、じゃあね。